こんばんばは一応前回で動名詞のお話はおしまいにしたつもりだったんですけどすいません一回だけあと一回だけ番外編番外編で動名詞の話をさせてください本当に今回で終わりです番番番組の番ですね番外編漢字がどんどん書けなくなってしまいますね はい、これが「動名詞の話の最終回になると思います早速例文を書きます「アル・イ・ジャーザ・ハラ・サテ」で書きました発音記号をつけて一つ一つ見ていきましょう一つ目の言葉は ここからが本体で「イチャざザ」と読みますこの名詞の意味はおやすみ休暇休暇休暇,休暇定冠詞あるがついて限定済みになっていますその後四4つの文字でできた 言葉がありますが、これ何だと思いますかヒント。イジャーザという言葉はターマルプーターがヒントになっていますが、女性名詞です。の後にこれが来ているので、動詞の完了形のハラ・サテ。 彼女は何々したという意味の動詞官僚形だということが分かるとすごいです。「はらさ」の意味は「終わった」です。「終わった」にもいろいろあると思いますがこれみたいに、えー、夏休みとかの休暇が終わった、終わってしまったっていう時に使われるらしいです。こちらの主語。 アルイジャーザ主語だから主格のダンマをつけてアルイジャーザこちらの主語が女性名詞なのでそれに合わせて彼女は終わったという活用形になっています意味はそのままで休みが終わったです 終わったですね名詞から始まっているので、まあ、分類したければ名詞文ですね名詞文の主語があって述語が動詞一文字からなる動詞文、うん、となっていますさて今日の主役動名詞なんですがこの いじゃざという言葉に注目したいと思います。語根は何と何と何で、そしてどんな動詞と関係がある言葉でしょうか。実は。うん、弱文字が。 崩れて分かりにくくなっているのですがこのイジャーザイジャーザトゥンという言葉の語根は実はジムワウそしてザイです。第二語根のワウ が弱文字なので型崩れの要因になっています現にこの名詞の中でもワウの文字は見えなくなってしまっています今日は同名詞の話をしているのでこれが同名詞なんですよ第4形の動詞と動名詞を思い出してみてください第4形の動詞は あという部品から始まって第1第2第35根がこのように並びますそこから導かれる同名詞の方は「あ」が「い」いに変わって第15根が来てそして第2母音が長くなって第35根 こういう同名詞の作られ方これを前回までにすでにご紹介しましたで今日の話はこのイチャーザっていうのが実は第4形の同名詞なんじゃないかっていう話です「ジン」「ワウ」「ザイ」この3語句を第4形の型にそのまま流し込むと「 「あずあずはじゃ」ってなっちゃうんですが第二個今の「わう」が弱文字なのでこの辺が型崩れの要因になります原因になります型崩れしてその結果「あずあずはじゃ」 アジャーザと言いますこの和のところが崩れて、あーという長い母音に変わってしまいました。これをアラビア文字で書くと、あんあじゃあざ。こうですね。これが、えっと、許したとか、 認可した書くところがカオスだな書く場所が認可したとか許したとかの意味でアざあじジャーザーと言いますほんと書くところがカオスですねでこれが動詞の完了形 原型の方ですで同名詞は同名詞この型にそのまま流し込むと「い」の後に第1語根が来て第2語根母音が長くなってそして第3語根だから「いずわいじ,いじわず」ってなってしまうんですがやはり「 ここの弱文字のところが型崩れのようになり「イ・イ・ジャーズ」になるのかなと思いきやこれなんですよ「イ・ジャーズ」だけではとどまらず「ターマル・プーター」がついて「イ・ジャーザ・トゥン」 これが辞書に載っていますアラ,ビア,アラビア文字で書くとこれですもう一回書いておこうね、私が不思議に思っているのはこのターマルプーターが付け加わったこととこの弱文字が型崩れを起こしたことの関係です もしかしたら別に2つの現象は関係なくてたまたまあの同盟詞は本当はこの方だけどたまにはターマルブータがつく場合もあるよっていう話なだけなのかそれともこの第二五根が弱文字で崩れるとターマルブータがなんか連動してくっつくような法則性があるよっていう話なのか。 それは調べたけど、わかりませんでした。一応フィクショナリで。第四形の動詞の中で、かつ。第二。五根が弱文字のやつ。要するにくぼみ動詞ですね。第四形のくぼみ動詞を。片っ端から調べて。同名詞を見てみましたけど。ほとんど九十五パーセント以上。このターマルブータがつくようなパターンになってました。 つまりこの「イ・イズ・イザ・ーセ95%っていうかなんかねな70何件かヒットしてそのうち全部しページを開いて見てみたら一つ一つの動詞を除いてべて この形に崩れてました崩れてましたっていうのはこの第2母音第2母項のところが「R になって弱文字が見えなくなっており同時にターマルブータがつくっていうそういう同名詞の作られ方になってましたこれはなんか法則性があるのかもしてませんがたまたま,なものたまたまなのかもしれません 一例を紹介しますと今日のこの「休み」とか「認可」これを筆頭にして他に「イダーファ」文法用語の「イダーファ」ってありますよね。これ えっとアラビア語の動詞のアバーファ付け加えた追加したというような動詞の動詞です。イダーファ意味は不可これも語根,語根を調べるとバドやこちらの場合は第2語根がや弱文字のやで これが崩れて、型崩れを起こしています。動詞だったらアバファ、動名詞だったらイドアファとゥン。この場合も、さっきのイジャーザと全く同じように崩れて、しかもターマルブータがつくっていうパターンになっています。もう一つは、長いという語根。パーワウ。 ランこの三語根からなる第四形の動詞アアラそっから導かれる動詞なんかすごい隙間が空いちゃいましたけどこれ意味は長くすること延長。 という第形の同名詞です今度はまた第2個根がワウの文字でこれが全く同じ型崩れの仕方そして同時にターマルブータがついてますなのでこの前回までに規則的,だ規則的に紹介した動名詞とは少し違うわけですね。 これと違うところは、何も型崩れしてるとかどうかとかじゃなくて、ターマルブータがついて女性名詞になっていることですね。このように、動詞から動名詞が作られるとき、もちろん他の活用形、他の濃度分子とか受動分子とかと、そんなときも全部一緒ですけど、弱文字があれば型崩れします。それはみんな一緒です。 だけどこの同名詞が作られるときになんか連動してた丸たがついてるのかそれともたまたまそういう例外があるっていうだけなのか私にはわからないですだけどこのこの方ですねこれこの方の名詞ないし同名詞っていうのが結構登場する気がしたので気になりました。 とということで今回は同名詞の話の最終回番外編として第4形の同名詞を取り上げました最も規則的な法則にのっとった作られ方であればこの型になるはずなんですけど今日紹介した例では第2語根が弱文字であるせいで型崩れを起こしますそして同時に 分からんけどターマルブータもついて女性名詞女性の、そう、同名詞が女性って決まってるパターンもあるということでした今日はここでおしまいですおやすみなさい